いやいや、もう予測ついてなかったね、俺はその次元と、ね、でもこの6話の短い中で、うん、結構ルパン全体的に次元とルパンでこうひっついたり離れたりじゃん、コンビ組んだり、はいはい、組まなかったりみたいな、うん、方向性がたまたま違っちゃってみたいな、うん、それを6話の中で結構くっついたり離れたりっていうのよく表せてたなと思うので、そうだね、なんかそこにその友情だけではない関係値みたいなところは、うん、なんか幼少期から変わんないんだなっていうのはすごく思いましたね。あ、俺でも屋根の上のシーンみたいにあそこまではっきりとこう対峙したりとか向き合ったりするっていうのは、いや、オーディションの中にもその屋根の上での対峙みたいなところはなんかちょっとやった記憶はあるけど、でもあそこまではっきりとこうなんだろうな、始まりを描くのは俺びっくりした、うんうんうん、ね、これは予想してなかったところだな、うん、俺も。なあ次元、俺は盗めたか？多分な。いや、お気に入りのセリフとシーン難しい、ね、おわ難しいですねこれね。いや、でもなんか結構いろんないい言葉出てきたからね。俺はでも先に言っちゃうとあれだけど、あ、いや、先に言っちゃうとあれかな、ちょっと助けてごらん。なんだよそれ。いや、ごめんごめん、言っちゃうと、あ、なんだ、あ、まあ、まあ、いいや、ごめんごめん、どっちだよ、ごめんごめんごめん、なんだよ、どうぞどうぞ、あの、じゃあなんだ、こう、陽子さんに、わーって、あの最終話でこう、あの抱きつかれてさ、うん、それを、こう、なんだっけ、ルパンは簡単には捕まらないんだってバッてるところ、ね、セリフ的にはすごいかっこいいんですけど、ルパンがすっごい寂しそうな顔をしながらそれを言うんですね。あそこはもうね、絵も含めて、あーすごいって思う。あれね、むちゃくちゃいいよね、めっちゃいいシーンだなって思う。ルパン三世はそんな簡単に捕まらないんだ。ルパンくん、ヨコさんはここにいて。俺はだから、なんであれだかっつうと、あの最後のシーン、うん、お互いあの笑い合うところ、ああね、はいはいはい、次のもあの狙いを定めて、そうですね、次元のやつでへへへって笑うのが次元が面白そうだなって言ったりとか、あ、ね、あそこが一番なんか、うん、俺の中で結構組み立てがあって、うんうん、最初はなんかあんまり言うと笑うんですけど、最初は、うん、あの小林さんの次元で喋って、はいはいはい、で面白そうだなとかは秋尾さんの次元で喋って、で最後の笑いは俺で喋ったの。すごいな、そんなこと考えてたの。それをちょっと入れてみようかなと。マジか。そうそうそう、別に何も考えてなかったもん。そうだよね、あそこにちょっと次元を集約しようかなと思って、あのシーンに。そうだったんだ。そうそうそう、パート1の次元につながるような次元を見せたりとか、今の次元につながったりとかで、新しい自分なりのっていうところをちょっと詰めたシーンだったから、最後が一番結構お気に入りかな。ああ、いいね、うん、繊細なことしてたね。なあ、ワクワクするだろ。はい、いや、陽子さんと忍さんはまあ確かにこう ルパンの中でもよりなんか身近に大人を感じた女性の2人だったと思うので、消えてコシコシもあるよ。え、消えてコシコシもあるよ。いや、彼女も可愛いよ。彼女もむちゃむちゃ僕好きですけど、また会いたいね。コシコシ会いたい。まあね、コシコシって言っちゃった。消えて仲直りまじないだ。消えてだから、そんなんじゃねえっての。消えてコシコシ、陽子さんとかね。いや、でも本当に切なかった。なんかもうなんかもう俺はもう本当にどのその時に、そのルパンの収録中にどの恋愛ソングを聴いても陽子さんの顔しか思い浮かばない。マジで本当にちょっとマジでショックで、そう、陽子さんは忘れられない女性ですね。そうだね、正直ね、うん、最後死んじゃうとは思わなかった。だから俺も最初読んでた時とか、いや、切なくて切なくてたまんなかったけど、素敵だね、繋がってねってなんか、そうね、なんか、いや、なんかそのいいのとか、いいのね、とか、そうそうそう、もういいのとか、なんかこう、なんかその一言のセリフの中に含まれてる情報量が多すぎて、
その彼女の真意まで汲み取れる男になりたいなと思いました。いや、いい捕まってだったよ、ルパン。あそこもルパンでも何でもないんだけど、素晴らしかったね。大丈夫か。はい、やってくれたな、俺の目の前で。ルパンがルパン三世として初めて盗んだものは A 次元の心、 B ワルサー P38。 A と思った方はリツイート、 B と思った方はいいねを。皆様のご回答をお待ちしています。